はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、飲食店でね、ご苦労されてる方って今本当に非常に辛いと思うんですよ。でもね、私逆に思うんですけども、飲食店されてる方は発想をちょっと変えるとね、むちゃくちゃチャンスだと思います。これは本気で思うんですよ。というのが、2013年に私がね、自分が置かれてる状況がこれチャンスなんじゃないかなと思った逆境があるんですよ。それがですね、当時私は麻雀店1店舗を経営してたんですよね。それまで他にも経営した店はどん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 潰れていって、最後にまあ若干の赤字は出しつつなんですけども、社員もいたし、なかなかね、すぐに閉店ってことも踏ん切りがつかなかったんで、なんとなく続けちゃった麻雀店が広島市中区本通り 8-24 にあったんですよね。オープンリーチっていう麻雀店です。で、ここの麻雀店9年間結局やったんですけども、私がね、何がデメリットがチャンスになるかと感じたかというと、麻雀店で麻雀店のオーナーが、まあ、インターネットでビジネスをやるなんていう発想はなかなかないだろうと思ったんですよ。珍しいだろうと思ったんですよね。麻雀店に勤務されてる方ってもうネットとかむちゃくちゃ疎いんですよ。で、インターネットで調べてなんとかっていうのじゃなくって、本当にね、アナログなんですよね。で、メルマガジンの登録とかお客さんに、まあ、お勧めしてもあんまり登録してくれなかったりとか、まあ、LINE なんてのはね、もちろんなんですけど、 LINE なんてのはやり取りでもやるんですけども、あんまりまだ当時は流行ってなくて、そうですね、他にも Facebook の、オープンリーチグループっていうのがあったんですけども、そこに、まあ、登録してくれたら、あ、ゲーム代サービスですよってやっても登録する人はほとんどいなくって、お客さんは毎日ね、少ない時で十数人、多い時で50人近く来るんですけども、その中の1日1人登録するかしないかみたいな感じで、本当に全然リアルで会ってるのに目の前で登録してる方、インターネットのね、メールマガジンとか Facebook とか登録してくれる方ってほとんどいなかったんですよ。で、麻雀の属性と、当時ですよ、麻雀の属性とインターネットの属性っていうのはかけ離れていたんですよね。まあ、当然ですけども、麻雀店のことで発信するような人はいなかったですし、まあ、ある意味ね、お客さんの中で、インターネット得意な人が麻雀店を楽しみに来て、それをブログで書くみたいなことあったんですよね。旅打ちブログみたいな感じで、旅をしながらいろんな麻雀店の評価をするみたいなブロガーさんいたんですけども、まあ、それ止まりでですね、あんまりインターネットを使って麻雀店どうこうってのはなかったんですよ。で、ぐだぐだ言いましたけども、2つだけ話させてください。インターネットを使ったビジネスっていうのはどちらかというと若い方向けというかね、若い方が新しいチャンスを目指してやるもんだっていう印象が当時はあったんですよね。で、私は当時40歳です。若くないです。20代とかね、行って30代の前半ばかりがインターネットでビジネスして大儲けして、稼いだぜイエーイみたいなことやってね、ベントレーに乗ってみたりとか、で、若い時間を謳歌したりとかね、月収300万とか500万とかいう中で、私は40代でスタートして、もうヨボヨボなわけですよ。全然若くなくて、高齢者の方でした。これが2つ目ですよね。で、高齢者で、40代で、初めてパソコンをね、手にして、そっからよちよち歩きでインターネットビジネスで、まあ、1000万、2000万、1億と稼いでいくっていうのはなかなかないだろうと思ったんですよね。で、私43歳の時に1億円を突破して、これはすごいことだなと思って、まあ、情報発信をね、さらに強めていったんですけども、やっぱりね、同じ年代の方に受けましたよね。特に、なかなか会社員として、ちょっと今一歩、チャンスがないなとかね。あと、ロスジェネ世代ですから、学校を卒業した後ね、まともに社員として就業したことがないって方が、まあ、弟子入りしてくれたりとかしてね、速稼塾っていうのが運営できました。こういうこともあります。3つ目なんですけども、インターネットで、ね、ビジネスするっていうことは、この東京が一極集中だったんですよ。やっぱり東京でタワーマンションの最上階で情報発信して、そこで、まあね、高額住居を売るみたいな形がレギュラーだったんですけども、私もね、六本木ヒルズに行っていろいろ教わったんですけども、私が一人唯一ですね、地方でやってみようと思ったんですよ。地方ならライバルが少ないだろうと思って、広島の地元に戻って、地元っていうかね、当時いた広島の麻雀店のそばに、まあ、住居を構えて、そこでですね、広島ナンバーワンネットビジネススクール速稼塾って始めたわけなんですよ。そうするとですね、地方でネットビジネスやってる方がいなかったんで、本当ガラキだったんですよ。で、私は結構そこで目立ったんでね、2013年からもう独占市場、寡占っていう状態ですね。どっちかっていうとライバルがいない状態で、インターネットに興味がある方とか経験がある方も私のところに来ていただいたという形で、本当にいい時期に参入したなと思ったんですよ。まあ、今はね、結構いろんな年代の方が YouTube をやったりとか、ホームページもあらゆる年代が作れたりとか、私の特徴っていうのはね、その時しか活かせなかったと思うんですよ。結局私みたいなのが一つのね、まあ自分で言うのもあれですけども、一定の成功を収めると、そのモデルがどんどんコピーされていって、他の方もね、40代50代でどんどんね、会社を辞めて月収100万200万みたいな世界になっていくんですよね。まあ、そうなると今私みたいな
47歳50歳近くでネットビジネスで稼いでる人とか YouTube で、まあ、そこそこチャンネル登録をね、得てる人ってのは珍しくもなんともないんですよ。インターネットってのは若者のものではなくて全世代のものになってしまいました。もうねマーケット空いてないんじゃないかなと思った時に、ここから本題です。飲食店されてる方は毎日忙しいですよね。業務が終わった後にもう掃除もすごく大変です。ヘトヘトですよ。インターネットで何とかするっていうチャンスはなかなかなかったと思います。だからチャンスなんですよ。他の飲食店で飲食店やりながら情報発信してる人がどれだけ少ないかってことを考えてみてください。だって今ね飲食店されててものすごく売り上げ疲弊してるじゃないですか。で国の支援金が足りないって言ってるでしょ。足りないんですよ。全然足りないんですよ。だからもうね自力でやるしかないんですよ。結局国は当てにならないんですよ。で地方自治体とかも援助してくれると思いますけども、融資制度なんて使っても結局はね借金が膨らむだけなんですよ。気の遠くなる話じゃないですか。でもですね考えてみてください。今飲食店お店人が来ないんですよね。人が来ないから一層閉めてずっとね YouTube ばっかりやってみてください。もう YouTube だけやればいいです。 YouTube で自分の飲食店はどういうふうな思いで始めたのかとかね、毎日どんな経営をしてきたのか、それからこれからどういうふうにしようと思ったのか、今どんなことで困っているのか、誰に助けてくださいと言いたいのか、もう安倍総理に言いたいのか、それとも小池知事に言いたいのか、それともご自身のねお住まいの市区町村の知事さんとか市長さんに言いたいのか、もう何でもいいんですよ。お父さんお母さんか助けたいでもいいんですよ。先輩後輩助けてでもいいんですよ。そういう情報発信を毎日繰り返していくことによって自分がねリーチできる人が見つかってくるんですよ。それがあなたのマーケットです。あなたの市場なんですよ。当時私がやってたのと一緒です。私は地方で40歳で麻雀店、この30区ですよ。はっきり言ってインターネットビジネスをする30区、この全てを30区を抱えた人間だからこそ、ちょっと結果を出したら振り向いてくれる人がいるだろうと思ってやったわけなんですよ。そしたらそうなりましたよね。今はチャンネル登録、まあ、1万人ちょっとですけども YouTube の方でね見ていただく方も増えたりとか、私の速稼塾の生徒さんっていうのは1000人を超えて、今47都道府県世界、7カ国14カ国でアメリカ7つの州8つの州に増えましたけども、ここまで世界中にね、まあ、なんて言いますかね、本当にオーバーでなくてアフリカ大陸以外世界中に私の塾生さんは、まあ、います、うん、人数はねそんなに多くないですけども、世界に目を向けると、でも日本国内だけでも1000名以上の塾生さんがいらっしゃるんですよ。40歳で初めてパソコンをやってインターネットのビジネスの活用法を学んで、で2つ麻雀店の経営を30代ずっとやってきたんで麻雀以外は分からない40歳です。で次3つ目、地方です。私は広島です。東京でも大阪でもないです。大都市ではないです。広島の片田舎でインターネットビジネスですよ。30区と言ってもいいでしょうね。で私は今ね飲食店の経営で非常に苦労されてる方、本当にね私よりも能力があると思います。なぜなら私は今みたいな社会状況がなかったのに店は20店舗以上潰れましたからね。私のね店舗の経営能力がどれだけないかってことなんですよ。今は店舗の経営能力とかがあっても集客能力があってももうね能力に関わらず今はねちょっと厳しいと思うんですよ。厳しい。で私はねマーケットがすごく良くても広島の本通りというむちゃくちゃお客さんが1日10万人往来するところでも店はダメだったんですよ。ですので今ね店舗の経営で苦労されてると思いますけども、でも私より能力上です。ですからインターネットでビジネスをすればね成功するの間違いなしだと私は思いますよ。ただし成功するまでにやめてしまえばそれは成功せずに終わります。とんちみたいな話ですけども、これしか私は言うことができません。私がねなぜね一定の成功を収めたかというと、やめなかったからなんですよ。しつこくやめなかったからなんですよ。もう本当にねそれだけなんですよ。今飲食店を苦労されてる方、誰が一番最初にインターネットにシフトできるのかの競争です。でいろんな人が元飲食店で YouTube とかね発信しだしたら、もうねあとはね過当競争が終わるんですよ、終わるというか何ですかね、競争が終わるんですよ。もうマーケットがある一定の YouTube で最近出てきた有名な人に支配されて、もう後釜が2番煎じ3番煎じが効かなくなってくるんですよ。だから今だけですよ。今だけこの瞬間に店舗の経営も大変だし、従業員さんのこともあるし、家族のこともね頭が痛いと思うんですよ。いろんなことで頭が痛いと思いますけども、全部を取り返すために YouTube を始めるしかないです。他に方策がないんだったら YouTube をやってみましょう。 YouTube をやって動画を1000本2000本5000本1万本撮っていくうちにですね、もうあなたの資産がみるみる変わると私は思いますよね。なぜなら今飲食店出身で YouTube を発信している人は少ないからなんですよ。ビジネスを教えるビジネス YouTuber はもうだいぶ多いですよ。だって2011年ぐらいから結構いましたからね。というのは与沢翼さんみたいな有名人の方がビジネスを教えるノウハウを売ることによって儲けるみたいなのをやって、それを真似する人がいっぱい出てきたからなんですよ。だから自称コンサルタントみたいな人はむちゃくちゃいるんですよ
ね、ビジネスコンサルタントといってね、あのいろんなね、あの Facebook のアカウントの取り方とかマーケティングの仕方みたいなことをやる人はいっぱいいます。だから今度はビジネスコンサルタント、インターネットビジネスのコンサルタントはどちらかというともうちょっとね、もう玉が決まってるんですよ、だやる人が。で新規参入非常に難しいです。でも飲食店から YouTuber へみたいな、飲食店からインターネットのビジネスへっていうのはまだ少ないですからね。こういうことが起きないと飲食店から意識を離れてインターネットに行こうかってならないんですよ。まあ、ですので逆に言えば今はチャンスです。ただこのチャンス早く走り始めた人にしか結果は出ません。もうね3ヶ月待ったらもう手遅れです。いやいや、もう来月には手遅れかもしれません。なぜならこれに気づいて店舗のことは諦めてインターネット1本でやる人が次から次へと今出ているところですからね。それをね忘れないでほしいんですよ。でインターネットビジネスどうやって稼ぐんだってことになりますけど、そんなのね、もうすぐ稼ぐ方法がまずあるんですよ。すぐ稼いでお金になるなって実感したら、あとはね稼げないかもしれないけども YouTube をやるっていう風にシフトしていっていただければ、この手順っていうのは鉄板だと思いますよね。で私もねインターネットビジネス始めた40歳の頃、忘れもしない6月14日ですけども、初めてね、ある手法を用いて2万6000の売り上げをその日のうちに上げたんですよ。作業時間30分。それから35日目に7月20日ですけどもね、7月20日、2013年の7月20日インターネットのビジネスを始めて、麻雀店をやりながら始めて35日目に80万円の現金が手元にありましたってことなんですよ、ね、それでお客さんは私の地元の方です。もう広島市半径2キロ以内の人ばっかりが私の講義を聞きに来てくれました。その講義の代金が1万9800円かける50人という形で80万円、多少値引きがあったんですけどね、80万円が私の手に乗って、それが私のね新しい人生。その時からもう麻雀ってはどうでもよくなりましたね。なぜならお金を稼げば麻雀ってはまたいつでもできるんですよ。でも麻雀ってにこだわればお金を稼ぐチャンスを失って借金を増やすチャンスだけが残るんですよね。まあ、ですんでね、今は本当に不本意ながらこんな状況になってますけども、もうなってしまった現実はね変えようがないんで、今飲食店を頑張るっていう頑張る方法がないんですよ。だってウーバーイーツとかお持ち帰りとかって限界あるじゃないですか。で非常に苦しいじゃないですか。でしかも広告が今打ちにくいでしょ。人通りないでしょ。外出をね控えましょうっていう放送の中で弁当を取りに来てくださいみたいなことはやっぱりねなかなか限界があると思うんですよ。ということはもう物を返さない、情報を発信するということで稼ぐ方法を今はやっていきましょう。で余裕ができたら、そして情勢がね収まったら、飲食店はまだその時にやればいいんですよ。資金なんていつでもできますから、インターネットのビジネスすれば本当資金は驚くほど簡単にできます。ということで今回の動画のまとめなんですけども、吉谷さんが紹介してくださった動画本当に良かったですよ、やっぱりああいうのをね、さすが吉谷さんだな、ああいうのをよくサンプリングしてるなと思うのと、あとね、やっぱりねビジネスモデルはちょっと変わってきて、まずねインターネットビジネスで種銭を作りましょう。でリスクなくマイナスがないんで、で種銭ができて儲かったらそれはね飲食店やればいいじゃないですか。飲食店は赤字が出てもインターネットの方が補填してくれるから大丈夫です。で飲食店の方も余裕を持ってプラスに持っていければいいじゃないですか、ね、創業してから10年目にやっとプラスでも全然いけるんですよ、こっちにインターネットビジネスってものがあればね。私がそうでした。麻雀店では100万円以上の赤字を毎月毎月出していたんですけども、私の運営している速稼塾では毎月100万円以上の利益をどん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 出してくれるんで、こっちの赤字をこっちの利益で埋めるってことができたんですよ。麻雀店は7人の社員でやってました。速稼塾は私1人でやってました。1人の売り上げが粗利が大きいんで、こっちの給料を払いながらランニングコストがどん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 毎月埋めれたんですよ。それで私はお金の稼ぎ方がそれから変わったってことですね。とにかく YouTube をやり込むことで今の苦境を脱出できるということが今日のね、お話したかったことです。億万長者合宿シリーズご覧いただきましてありがとうございました。飲食店の方ね、本当に飲食店は今ちょっと厳しいですけども、元飲食店でやることができれば、そこに突破口はあると私は思いますね。では失礼します。